73式魚雷は技術研究本部が開発した単魚雷。開発中の故障は当初は G-9、1969年以後は G-9B。また、魚雷防御作への対抗機能の向上を図った73式魚雷も開発されたが、アメリカ製のマーク46モッド5魚雷の導入を受けて、こちらは 新規生産は行われず、1984年より、既存魚雷への回収用の73式魚雷として、装備化された。カジト二重反転プロペラ技術研究本部では、1950年代、後半に開発していた、超魚雷である、姿勢54式3型魚雷において3次元パッシブ、ホーミング誘導システムを導入しており、 その過程で3次元アクティブホーミング誘導システムにも一部着手していた。このことから、その技術の国内開発、確立が目的として、昭和35、昭和36年度に技術研究本部への委託研究という形で G-9 計画として開発開始されたのが本機であった。一方、海上自衛隊では昭和36年度計画より、 アメリカ合衆国製の誘導弾魚雷であるマーク44の導入を開始しており、1964年からはライセンス生産にも着手していた。しかし当時、ソビエト連邦軍において大速力の原子力潜水艦の配備が急速に進展したことから、マーク44では雷速不足が指摘されるようになったことから、 本国アメリカ海軍においては1966年より高性能のマーク46の艦隊配備が開始されていた。海上自衛隊においても同様の問題が指摘されるようになっていたが、マーク46の海外売却はなかなか進展しなかったことから自国開発による更新が検討されるようになった。このことから g 九計画はマーク十四の後継として、 計画変更されることになった。マーク44は、魚雷単体で用いられるだけでなく、アスロックや、QH-50 ダッシュなどのペイロードとしても、重要であったため、相互運用性確保の観点から、外形寸法は概ねマーク44のものが、踏襲されることとなった。昭和37年度以降では、部内研究及び部分施策に移行し、昭和4 0 4 1年度で、 技術試験を実施したものの、その結果は不十分であったことから、昭和42.43年度で、ホーミング装置の安定性向上及び、電池の機種変更などの改善を実施して、昭和44年度には、開発名称が G-9B に変更された。昭和45年度から昭和47年度において、実用試験が実施された後、 1973年に73式魚雷として正式化された。73式魚雷は、対戦艦艇及び航空部隊の主力魚雷としてマーク44と併用された。また、昭和53年度から昭和58年度にかけて改良型の73式魚雷の開発も行われた。これは、 魚雷防御策への対抗機能の向上を主眼としたものでソナーに新振動素材を採用するとともにパッシブモードを追加また自己高層雑音も低減することでアメリカ海軍が当時装備化したばかりのマーク46モッド2に匹敵する性能を確保していたしかし試験途上の1981年に アメリカ製最新型のマーク46モット5の対日輸出解禁の提案を受け TCCM 機能を含めてこちらの方が性能的に優れていたことから73式魚雷の後継としてはこちらが採用されることとなり73式魚雷の新規生産は行われなかった代わりに昭和59年度より既存の73式魚雷に回収用キットを 組み込んだ73式魚雷として装備化された。なおマーク46モッド5では TCCM 機能は提供されたもののノウハウは開示されないブラックボックス状態であり、海上自衛隊では訓練などの時運用を通じた分析と技術的評価からのリバースエンジニアリングによって TCCM 能力の向上を図ることになった。 73式魚来は2011年までに運用が終了し2012年度には全量廃棄され退役している。ありがとうございます。